ゴンナパの格上なんで、ラモス選手思いっきり行ってほしいですよね、若さで。まさにそうですね、うん、その技術と若さ、それ炸裂するのはここです。中央を取っています、青いグローブがゴンナパーです。1回戦で、まあ、屈指のカード、優勝決勝戦だという呼び声もありました。浦部光也を下してここにやってきています。対して平本蓮は18歳、新生 K1 の申し子、まさにそれを証明するトーナメントになるか。中央です、ここはサウスポーでいいの入りましたね、うん、左カウンターだ。うわすごい、ガードの間ついてきます。こんなパーインロー、おーいい、平本いい、あ、聞いた聞いた、おーおー効いてる効いてる、ダメージある、チャンスチャンス、C1 の申し子、覚醒するのはまさにここ、この男相手に、こんなパー相手に、さあ18歳、ここでスタートだね、スターターの瞬間だ、右左右左フック、チャンスチャンス、決めるならここ1ラウンドで決めろ。しかしこんなパーも返してくる、すごいランド戦だ、やったー、いやー行きましたね、これが K1 だ、新生 K1 の申し子完全覚醒、どんなパー宮崎 X を食らって決勝進出、関根